うちわ作りの楽しみ、はい、いや楽しいんだよ何やっても。すべてがさ、なんかさ無心になれるというか、一つ一つじゃん、21工程あって、はい、一つ一つがほら私一人でこうやっていけば、すべて自分で進めていくってことはだよ、失敗が許されないわけよ、はい、失敗をしちゃえばもうそこでアウトなわけ、うん、真剣勝負っていう感じで進めてるんだよね私、うん、それが快感っていうのを追い詰められるというか本数はだいたいこの太さにもよるけども48から64って言われてるけど、けど私にするともうこの一本のこの感覚一本のこの感覚、うん、この竹の方が硬い、さっきの方が柔らかかったからこういういい音が出なかった。同じ竹でもね、人間と一緒だよ、それぞれ顔も違うし性格も違う、この子は素直だとかこの子は曲がってるとかで出てくるからね、それをこうなんていう、どんなあれでも同じに持っていかなきゃいけないってことだよね。本当だよ、これがねすごいの、船の船底のようにこういう風になるように削るのが難しい、すごく。これだけはね、じいちゃん千本やってもうまくいかない。でもだんだん似たように作れるようになってきて、今年はだいぶ自信が出てきたから、自分の今あれ使ってやってるけど、一応ね決まってるんだよ、この高さとかさ、これは卵だからここのラインね、これもうちのおじいちゃんの手作り、なくしちゃうともうないっていうやつ私にはでこの状態で七輪でゆっくりとじっくりと焼くの、そうするとピタッてくっつくから綺麗に貼れるようになる。でもほんと亡くなった1年はね無我夢中で過ごした。亡くなる前に竹とかおじいさんと車で見たりなんかして、あここの竹がいいよとかっていうのを教わったりしてたんだけど、さあいざ自分が竹切りに入るっつったらどうしようって大変だった。いやなんか1年間はおじいさんの死んだことは認めてなかったね、認めてないまんま、もうここに来るとじいちゃんじいちゃんって独り言のように言って、そうそれでもって1年過ぎて、あなんとか1年おじいさんがやってきたようにやれたって、そこの時点で納得したっていうかね、これあもう本当にこれで一人でやるんだみたいな。で去年ぐらいからちゃんとゆとりが出て、うん、そうだんだんやっと納得しながら仕事を進めるようになってるね。竹っていうのはね10本こう掘ったとするよね、で洗ってこう磨いてすぐ咲かなきゃダメだ。あ、そうですか。でそれから今度周りに塗ったりいろいろきれいにするんだけど、もうその間に乾燥させないから割れが入っちゃったりするの。でこういうのすごい敏感だから空調だとか、うん、そういうもので割れちゃったりするのね。だから物になるのは2本くらいね。でそれぞれね曲がり方が違うからね、本当に世界に1本だよ。一番上のやつはおじいちゃんが作ったやつだ、うん、それでその下のこの黄色と輪っかみたいなのと、あの富士山は私がおじいさんの残ってるだけで貼った、うん、ね、これだけ私貼ろうと思えばまだあるんだよ、おじいさんがいっぱい作ってある。もうねこれを貼れよって言って祭壇までしてある。なんか楽しみながらやるしかないなって、なんかけじめができた時に1本ずつ貼っていく。